はい。新作映画紹介、シネマギークでございます。今週はですね、2本あるんですけども、結構辛口系になるかもしれないです。第、ま、ず1作目、えー。こちらは漫画原作、バイオレンスアクションになっております。 監督はルトウ・トウイチローという方で、2017年に劇場版の新・南の帝王とか、えー、もう3年前か、劇場版オッサンズ・ラブなんかの監督さんでございます。主演は橋勘こと橋本環奈さんが勤めてるんですけども、 周りを杉野陽介君であったりとか鈴鹿央士君馬場ミカさん岡村隆史君などそしてライバルというか敵役の方では、えー、佐藤二郎さん白田優く君高橋克典さんそして森崎ウィ君など結構実力派俳優が出てますのでこの映画の内容シナリオ展開がこのもう高等無形なアクション映画の割には演技ができる人が結構出てるっていうところも。 面白いところだとは思いますということで早速この映画のポイント1つ目80年代テイスト好きなら楽しめる漫画原作映画あのー、先ほども言いましたように非常にツッコミどころ満載のアクション映画になっておりますそこをですね冷静に突っ込んでいくと面白さは半減するので、えー、やはりこの映画非常に頭空っぽ ここにししてて見ればるるほど面白さが増やしてくる映画だと思いますポイント2つ目橋本環奈もスタントマンも頑張った本格アクションあのー、まあ殺し屋が主人公でナイフを使って相手を刺したりするっていう部分も展開的には多々出てきますそういった部分でですねやっぱりこのアクションを本格的にやっている橋本環奈ちゃんが、まあ、主演ということもあって でえー、超アップとロングとスローモーションと速、えー、い小回りカットで、えー、スピーディーに見せるというところもあるんですけども要所要所ではしっかりとした、えー、アクションシーンが 盛り込ままれていてていそのアクシションシーンーが非常に頑張ってますワイヤーアクションも含めてですね、えー、体張ったという表現が一番正しいと思うんですけどもそういった部分非常に見せてくれるのでそういった部分のアクションシーン一つ一つ頑張ってるのがものすごくよくわかる映画になっております。 ポイント3つ目佐藤二朗の役者の奥深さと白太優のプロ根性というあのやっぱ佐藤二朗さんといえばアドリブの王様といいますかアドリブがね非常に多い方でただ今回ヤクザの親分役ということで親父ギャグで笑わした後の凄みの切り替えの速さっていうところは 佐藤二朗さんの本真骨頂とも言うべき面白さだと思います。そして城田優君のね、こう、プロ根性と言いますか、この回、非常にこうライバル役として、えー、大活躍するんですけども、彼らしさというか、えー 舞台俳優らしいシーン演出もあったりして白田優の魅力を引き上げる演出が何個しかあったりして面白かったと思いますやはりライバルがかっこよくないと主人公だけ描いてても面白くないというところに関してはよく描けていた映画だと思います シナリオの方なんですけどもデリ,リデリヘルを、ねえー、装いながらヒットマンをやっているケイハシカンですけども彼女自身は日常的には日照簿記2級を取得するために簿記の専門学校に行っているとでその彼女ですけども偶然出会ったサラリーマン風の男と出会って。 本来,本来の,このヒットマンとしての仕事がヤクザ構想に巻き込まれていきますけども果たしてどうなるんでしょうかというところですけども漫画を見てなくても面白く見ることができる映画になっておりますのでそこはですね漫画読んでない程度どうだろうという人は気楽に見ていっていただいていいと思います。 映画としてはこうメジャー作品と言ってもいいんでしょうかね。あのソニーピクチャーズが絡んでるということもありまして、えー、アイテムが本当ソニーだらけ。あのー、ヘッドホンと言いますかイヤホンもソニー製だし、出てくる携帯電話は全てエクスペリアというところもあるんですけども、B 級テイスト満載。 プラスシナリオは高等無形であるにもかかわらず橋本環奈が主演をしているという一 そして脇役の有名俳優は名有名脇役でのおかげでメジャー作に押し上げているという感がある映画になっておりますやはり漫画が原作ということで結構むちゃくちゃな部分っていうのは多々あるんですけどもその部分を非常にこう楽しめるかどうかでこの映画を純粋に面白いと感じるかをいやいやそれはないわと思うかで意見はだいぶ分かれてくるんだろうなとは思います ただ、あのデリヘルの部分っていうので、この美少女ロリ路線のギャップ性を出したいっていうことでいうと、ちょっと橋本環奈では年齢が行き過ぎ感があるのかなと思いつつも、彼女の身長のおかげでそういった部分を若干出してたのかなとは思います。でもう一つこの音楽 が一つの要素になるんですけどもこの音楽の要素を生かすシーンが若干少なかったっていうのは惜しいところだなとは思いますね。あの劇中の冒頭、えー、アイドルがさらわれて、えー、映像を撮られようとするとき彼女を助けて外へ逃げ出すために音楽が キーポイントになるのとクライマックスが音楽結構キーポイントになるんだけども間でもうワンカットツーカット音楽をキーにするシーンがあればそういった部分はもっと良かったんじゃないのかなとは思いますちょっと少なかったかなとであと縦シーンそのものをですねかっこよさを出すためには橋本環奈ちゃんが全てのアクションをする べきだだとは思うんだけどもやはりそういった部分、怪我のこととか難しさもあるので、えー、スタイリッシュでかっこよく出すためにはどうするのかっていうところを考えると、超アップとスローモーションと素早いカット割りという、えー、典型的と言いますか、ベーシックなやり方で、えー、撮ってる。これはもう仕方がないというか、これでないとおそらくあの スピード感溢れるアクションっていうのを全て撮影するっていうのは難しかったんだろうなとは思いますそういった部分を含めるとアクションシーン非常に頑張っていたっていうのを大前提にしつつも大前提にしつつもアップシーンとロングシーンのギャップのでのカット割りの速さというもうちょっとうん長く映画を見ている人からするとちょっと見,見られてる感 というものであとはやっぱり全体的なツッコミどころがありすぎると言いますかヒットマンという割には、えー、日常の専門学校生の時とヒットマンとして活躍するシーンと全く衣装も髪型も髪の色も変えないというところという部分であるとか銃、えー、の構え方があまりにもストレートアームであるとかっていうところのツッコミどころが満載 なのでそういった頑張ってるんだけども点て点んてんてんっていうのがどうしても目について気になる人っていうのはちょっとこの映画、えー、ちょっと見ていて評価は下がってしまうのかなとは思います。あのまあ、どうしてもねそういったガンアクションというものはやっぱり日常的に洗練された訓練といいますか練習がないとなかなか。 かっこよさっていうのは出せないと思うのでそういった部分は少ないのかなと思いますその点考えるとですねやっぱりベイビーワールキュールなんかは非常によくできてたなというところもあるのでそういった部分を言うと逆に言うと橋刊のアクション映画のプロモーション映画ぐらいに見た方がいいのかなと思いますでさらに突っ込み入れるとですね日照簿記の2級を受ける という割には授業内容が処方中の処方だったりするというところも含めてですね、本当、あのー、映画見ててあそこが気になって突っ込みたいってなんて日頃思っちゃう人っていうのは、この映画を見るとイライラしちゃうのかなというところは多々あり得る作品になっております。まあ、いずれにしても大味な映画なので、気軽に映画見たいなという方、 橋本環奈ちゃん大好きで見ていたいなっていう方は非常に楽しめると思いますけども、えー、あとはもうとにかくアクション映画見たいんだアクションシーンたっぷり見たいんだっていう人もおすすめの一本になってるといいと思いますということで、えー 漫画、原作の映画化の難しさっていうところが改めて、えー、感じられる映画になっていると思いますけども、純粋に何も考えずに見るというところでいうと非常に面白い映画。要は 80年代アクション映画のノリを楽しみたいという人には最適の一本になっているかもしれません。ということで、えー、今回はシネマサンシャイン北島で上映中でございます。バイオレンスアクションご紹介しました。よかったらチャンネル登録もお願いします。